女の子たちの熱き戦い。必死に白球を追いかけ、ひたむきにバットを振り続ける、それがソフトボール。目指すものはインターハイ優勝っていうのを目標に、日本一。しかし夢舞台が突然、今まで経験したことないぐらいもう辛い経験でした。ソフトボールができないっていうのは本当に悔しかったです。練習再開の目処も立たない日々、行き場のない気持ちを押し殺し、それでも前へ進む3年生たち。シリーズ雨のち晴れ、彼女たちの新たな夢舞台を追いました。神戸市にある兵庫大学附属須磨浦高校。新体操やバレーボールなど全国レベルの部活動が盛んな高校です。その中でも際立っているのがソフトボール部。去年、一昨年とインターハイで優勝、3連覇を狙う全国屈指の強豪校です。一歩目遅いね。休みは週に一度、土日も練習に明け暮れます。キャプテンを務めるのは小笠原理央さん。やってきたことをしっかり出して、結果じゃなくてとにかく、チームとしてどうかを考えて全力で動いていきましょう。去年のインターハイもレギュラーとして活躍していました。チームを引っ張るキャプテンに3年生の印象を聞くと、集まったら結構会話も絶えなくて、一緒にいて結構楽しいというか、うるさいくらい話が盛り上がる。そんな3年生と1、2年生が共同生活。食事ともなると大変です。お肉を焼きます。2キロぐらい。2キロ、はい。いつもは23、24。20人にもなればすごい量。料理を作るのは3年生が中心で、下級生に腕を振るいます。いらっしゃ、はい、いただきます。いただきます。いらっしゃ。今日のご飯どう？美味しいです。美味しいスタッフがアイドルグループの嵐と撮影した話をすると、5人全員揃ってるとこ、そうか。あと相葉ちゃんのロケとか行かせてもらって、大盛り上がり。普段は普通の女子高生なんです。ただ実家に帰るのは年に数回。高校生活のすべてをソフトボールに捧げてきました。しかし今年4月、新型コロナウイルスの影響でインターハイが中止に。さらに学校も閉鎖となり、練習どころか寮での生活もできなくなりました。いつも一緒にいた仲間と普通に会えないっていうことが、まずなんか苦しいっていうか、そのいつも当たり前のように一緒に生活してソフトボールしてってやっていたことが、その本当に会うことさえできなかったので結構不安はありました。そこでキャプテンの小笠原さんはメンバーを励ます行動に出ます。チームの LINE グループに送った一通のメッセージ。ここで止まっててもダメやから、みんなで進んでいくよ。インターハイがなくなって、そのみんなが落ち込んでるけど、なんかもう一回前向いて頑張ろうっていう風に、その前向きな言葉をその全員に伝えました。離れていてもキャプテンとしてできることを。これに3年生のみんなも、今までの頑張りはどこかで絶
対報われる。まだ終わったわけやない。切り替えて頑張るしかないで。早くまたみんなと練習したり寮で一緒に生活したいね。キャプテンの一言で前を向いたチームメイト。それぞれの止まっていた時間が動き出しました。すると6月、嬉しい知らせが。独自大会が開かれることになったのです。最後にもう一回試合ができるっていうのは本当に嬉しかったし、県で一番取れるように頑張ろうっていうふうにやりました。6月6日からは全体練習も再開。3ヶ月ぶりにグラウンドに元気な声が戻ってきました。その中の一人、3年生の黒川やわらさん。強豪のスマノーラを自ら選んで入学しました。レベルを落として試合出るのを選ぶのか、強いところでするのか迷ったんですけど、強いところに行こうと思いました。中学校ではレギュラーだった黒川さんですが、3年生ではただ一人の控え選手。そんな彼女をキャプテンはずっと見てきました。結構チームのために動いてくれてることが多いので、後輩の見本になっていることが多いと思います。自分にできることを。最後の大会、黒川さんは必死に努力を続けました。しかし全体練習が再開したその日、守備の練習中に右膝の靭帯を断裂、全治6ヶ月の大怪我を負ってしまったのです。最後の試合がやっとできるって決まって出たいなって思ってたので悔しかったし、その最後の2ヶ月なのにみんなと一緒に練習できないっていうのも辛かったんです。手術をすれば最後の大会に出ることはできません。目の前が真っ暗に。それでもみんなの前では努めて明るく。そんな姿を見ていた同級生たち。自分がもしその立場だったらほんまにすごいことやと思うしっていう話もして、でも絶対怪我しててもできることはたくさんあるし、自分にもっと言ってほしいっていう感じで言いました。黒川を支えるっていうか、そのチーム全員でサポートできたらいいと思います。同級生がその励ましてくれるのも自分の元気っていうか元気になりました。最後なのでやっぱり出たいっていう個人的な気持ちもあるんですけど、でも一番はチームが勝ちたいです。手術を延期し、前向きに痛みと付き合うことを決めました。仲間と最後の夏を戦うために。8月2日、3年生最後の公式戦の日がやってきました。黒川さんはベンチスタート、キャプテン小笠原さんは3番ショートで出場です。待ちに待った私たちだけの夢舞台。1回、黒川さんが見つめる中、いきなりチャンスで3番
小笠原さん。先制のスリーランホームラン。歓喜のエアタッチ。猛攻で初回から大量リードを奪います。すると2回。はい、お願いします。はい、はい、なんと黒川さんに出場の機会が。チームに貢献できるチャンスだと思ったので嬉しかったです。仲間が見つめる中、一塁まで全力疾走。その時、膝に激痛が。それでも勝利のために懸命に二塁へ。心配するチームメイトが駆け寄ります。それでも痛みをこらえながら再び仲間のもとへ。その黒川のためにも自分にできることをもっとやらないとっていうのは、自分だけじゃなくて試合に出てる子は結構強く思ったと思います。気持ちを一つにしたスマノウラ、初戦を大勝し、その後も勝ち進んでいきます。迎えた準決勝。相手は秋の大会で優勝した神戸常盤女子。初回から犠牲フライなどで2点を先制される苦しい展開。その後チャンスを作るも、なかなか得点を奪えません。迎えた最終回。3年生最後の公式戦。チームで誓った優勝には届きませんでした。敗戦から3日後、監督が用意してくれた引退試合に臨む3年生。その顔にもう涙はありません。しっかりやることやって楽しい試合にしたいです。しっかり声出して自分たちらしいソフトができるようにしたいです。3年間の全てを。
はつらつとしたプレーを見せます。黒川さんも代打で登場。最後の打席は三振。それでも笑顔が。6回の裏、妻の浦高校の得点は。困った時に助けてくれるのはいつも3年生のみんなで、しんどいこともいっぱいあったんですけど、それよりも本当にここでするソフトボールが本当に楽しくて、本当に妻の浦に来てよかったなと。家族みたいな存在です。もう少し一緒にやっていたいっていう気持ちが大きいです。試合とかがなくてもスマノーラのソフトっていうのはちゃんと形が残るようにっていうか、ちゃんと戦えるようにという気持ちでやってました。自分たちの学年になってうまくいかないことも多くて、それでも一緒に頑張ってきたので、なんかみんなで戦えたので良かったです。この仲間だったからこそ乗り越えられた特別な夏。